We are the Hoopas. You are watching the AU Review.The Hoopers, hi. Thank you for talking to me today. I guess for my audience at home who may not know your music, can you describe your music and your concept, please? はい、私たち The Hoopers は7人組のボーイッシュガールズグループです。フォーメーションダンスとアクロバットを得意としてまして、7人で作る大きな一つの輪を東京を中心にもっともっと広げていこうと結成されたグループです。曲は激しいダンスをたくさん取り入れたちょっとかっこいいアクロバティックなフーパーズらしい曲になってます。Now I see on all the posters the concept is, you know, seven girls dressed as beautiful boys. I have to say you probably dress better than most boys that I know. Probably best dressed better than me as well. Can you tell me, did you have actually any input into the style of dress that you're wearing right now?ファッションに関してはやっぱり普段から男らしいファッションをしようっていうのはみんな心がけてて、でスカートとか女の子らしいこう格好っていうのはなるべくしなくて、もうこう見てかっこいいなってみんなに憧れるようなファッションをしています。 Tell me about the recordings that you have done so far.ファーストシングルでメジャーデビュー曲は、愛し恋し君恋しっていう曲で、恋人とか、彼女だったりとか、女の子に向けた、男性でもいいんですけど、ちょっと切なくてちょっと愛おしくなるようなそんな曲なんですけど、でもダンスではアクロバットとか、バリバリかっこいいダンスで決めてる曲を、発売しました。And today, you know, we just had a fan meet, and I see your fans are very enthusiastic. Can you tell me a bit about your fans? During the fan meet, you know, what things did you actually do with your fans? 今日は私、瑞希が誕生日をもうすぐ迎えるということで、誕生日イベントをやっていただいて、でメンバーみんなからサプライズの動画を見ました。見ました。はい。でファンの他はあとセカンドシングル雨を追いかけてを発売するんですけれど、それのティザー映像とジャケットの写真を今日公開しましたファンミーティングで。はい。I believe you have a release coming out in June. Can you tell us about this upcoming release for me, please? 6月3日に発売される雨を追いかけては。かっこよさの中にセクシーさもある切ない失恋ソングになっています。When will we see the Hoopers come to Australia? 今すぐにでも今日でも明日でもすぐにでもオーストラリアに呼んでください。いつでも待ってます。自分たちのイケメン女子っていう文化をもっともっと世界のたくさんの人に知っていただきたいなと思うので、ぜひ呼んでください。よろしくお願いします。 Do you have a message for your fans who may be watching this video?今日本中心に東京中心に活動してるんですけど、日本ではなくてもっと海外にもたくさんイケメン女子とか男装文化を知ってもらえるように、もっともっと幅広い年齢の人たちにもいろんな人たちにフーパーズを知ってもらえるように頑張っていきたいです。